現在は小学校教員になることを目指して教育学部で勉強をしています。私が宮崎国際大学を選んだ理由は3つあります。1つ目は今私が取得を目指している小学校教諭一種免許状と幼稚園教諭一種免許状が取得できることです。2つ目は学生一人一人に寄り添った指導がされていることです。3つ目は教員採用試験対策講座が用意されていることです。この3つについて私の経験を交えながら詳しくお話ししたいと思います。まず取得できる免許についてです。小学校の先生になるためには小学校教員の免許状、幼稚園の先生や保育士になるためには幼稚園教諭の免許状や保育士資格が必要です。国際大ではこれらの免許が取得できます。またこれ以外にも子ども音楽療育士や中学校英語の免許などさまざまな免許や資格を取得することができます。次に少人数だからこその授業やサポートについてです。宮崎国際大学は少人数のため学生と先生の距離が近く、学生一人一人に寄り添った丁寧な指導をしてもらうことができます。例えば各教科の教育法の授業では学生が児童役と教師役に分かれて模擬授業をします。少人数のため今期私は算数、理科、家庭科の3つで模擬授業をしました。模擬授業をすることで学んだことは教える授業ではなく児童に考えさせる授業を作ることです。その授業で学ばせたいことを塾のように教えがちですが、学ばせたいことは児童に気づかせることで児童の思考力を育成することができます。また国際大には学生をサポートする制度があります。例えば先輩が後輩をサポートするアドバイザーアシスタント制度があります。私は今アドバイザーアシスタントとして活動しています。後輩に履修登録や授業でわからないこと、勉強法などについて相談に乗っています。また教員が学生の生活面をサポートするアドバイザー制度があります。私はこれまでアドバイザーの先生に進路やサークルの立ち上げについて相談しました。最後に教員採用試験や就職試験に向けた講座ゼミについてです。講座は小学校教員採用試験対策講座や保育者養成実践講座などがあります。これらは1年生から始まるので早い段階から採用試験対策を進めることができます。私は小学校教員採用試験対策講座を受講していて、過去問題や問題集を解いたり、現役合格された先輩から試験勉強などの体験談を聞いたりしています。また対策講座とは別に得意を伸ばす苦手を克服できるゼミがあります。例えば理数科基礎ゼミでは学生がサポート役になって理数科が苦手な学生をサポートしています。私は入学時は2回の苦手意識があったんですが、ゼミに参加し苦手意識がなくなりました。そして今ではサポート役になっていて、受講生が苦手を克服できるように分かりやすい解説をすることを心がけています。これ以外にも英検ゼミや数検ゼミなど多くのゼミがあります。このように宮崎国際大学教育学部はたくさんの魅力が詰まったところです。皆さんも宮崎国際大学で一緒に先生を目指しませんか？ご清聴ありがとうございました。